こんにちは、トイズガオです。本日はこちら、カミワザワンダのカミワザショットをご紹介したいと思います。はい、こちらは現在、TBS で放送されています毎週土曜日朝7時の「カミワザワンダ」という番組に出てくるアンダー星からやってきたワンダが持っていたこのカミワザショットをゆうとくんが機械いじりが得意なのでちょっとこれをいじってみたところ、ゆうとくんしか扱えないようになってしまって、じゃあそれならもう責任取ってバグミの捕獲に協力してもらうぞということで、最初はあんまりやる気なかったんですね。でいざピンチとかになると「一丁本気出しますか」という口癖があるんですけども、まあその「一丁本気出しますか」って本気を出してこうバグミを捕獲していくとか、そういう番組ですね。こちら Amazon で購入しましたので、最初こちら付属のカードがあるんですけども、これプラスこちらのカードがついてくると。これが Amazon の方でカード付きというのを選択して購入しました。それでは開けていきましょう。こちらが本体で、カミワザショット本体ですね。裏には液晶画面ではないんですが LED がいろいろ入ってて光るようになってます。でここはこのように連動して開くようになっています。ここが普通のカメラのように押したりモードをチェンジしたりするときに使いますね。そしてこれが付属のカードで開けてみましょう。これが付属のターボミンのカードです。すごく結構分厚くて硬いプラスチックでできてますね。この真ん中のあたりに IC チップが入っていて、ここで非接触でこうタッチして読み取ったり、ここに入れることもできます。それでは電池を入れてみましょう。一旦4電池を3本入れます。はい、それでは電源をオン。電源を入れただけの状態でここのボタンを押すとカメラモードでシャッター音が鳴ります。でここの前のところが光ります。はい、それではカミワザキャッチ&デバッグのをやってみましょう。まずはここを下のカミワザキャッチモードにします。そしてグリップをはい、ここのランプが緑色になるとデバッグが完了ということですね。はい、続いてプロミンを召喚します。召喚する場合はこちらのモード切り替えでカミワザタッチモードにします。そしてグリップを引いてそしてカミワザプロカをかざします。そしてはい、これで召喚をしました。最初に遊び方は3種類と言いましたが、このキャッチとデバッグは一連の流れで一緒になってしまうので、実際にはこのキャッチデバッグの遊びと、召喚タッチの遊び、この2種類になりますね。それではこの限定のカードを使ってみましょう。続いて召喚。正面からの映像も見ていただきましょうね。正面からはこうなっていて、まずはキャッチの場合はここでカードを入れて、正面からはこんな感じですね。これがかっこいいですよね。はい、召喚の場合ははい、召喚の場合はこのようになります。やっぱりこの動きが何回でもやりたくなりますね。はい、今回はこちらのカミワザショットとターボミン、カギミンのカミワザプロカをご紹介しました。忘れてましたが、ストラップがついているので、持ち運びする際はこちらにストラップをつけて首から下げて持ち歩くのもいいですね。まだまだいろいろとアイテムがあるので、これからどんどん紹介していきます。それでは以上、トイズガオでした。